お話丸かじり。今回はアイルランドのお話、オスカー・ワイルドの作品です。タイトルをお願いします。第62夜のお話は幸福の王子。演者は岡崎智代と浅井優、ストーリーテラーは私、山本真由美と浅井優がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。幸福の王子。昔々ある国の小高い丘の上にとても立派な王子様の像がありました。それは国の王子様が重い病気で死んでしまい、その年に作られた像で、生きていた頃の王子様のように美しく、全体が金で覆われて、目はサファイア、剣の束にはルビーが光っていました。国の人々はこの王子様の像を幸福の王子と呼んで称えていました。ある年の秋の終わり頃、空に一羽のツバメが飛んでいました。どうやら仲間たちからはぐれてしまったようです。参ったなあ。僕はいつもこうなんだ。池の足が綺麗だからついうっかり見とれてしまったよ。おかげでみんなに置いてかれちゃったよ。おーい、みんなあ。半日も遅れると誰もいないよな。まあいいや。僕は仲間の中で一番早いツバメなんだ。日も暮れかけてるな。よし、あそこの王子様のところで夜を明かして朝一番に旅立とう。そしてみんなに追いついてやる。ツバメは王子の像の足に止まり、羽で体を覆い休みました。すると上から雫が落ちてきました。あれ、おかしいな、雨かな。でも昼間は晴れてたのに。お天気も気まぐれだな。仕方がない。もっと雨をしのげるところにねぐらを変えるとするか。ツバメが飛び立とうと見上げると、なんということでしょう、王子様の像の目から涙があふれて流れ落ちていたのです。なんて美しいんだろう。よし、話しかけてみよう。どうして泣いてるんですか？世の中にはこんなにも貧しくかわいそうな人がいるとは知らなかった。ツバメは王子の肩に乗り、改めて町を見下ろしました。どこにいるんです？向こうの小さな通りに古い家があるだろう。窓が開いているから中をご覧。母親が花嫁のドレスを縫っている。奥には男の子がいるんだけど、重い病気なんだ。あの人は貧しくて、自分の息子に食べ物も薬も買ってやれないんだろう。ツバメさん、私の剣の束からルビーを取り出して、あの母親に届けてやってくれないか。わかりました。あなたの気持ち、届けましょう。ありがとう。ツバメは早速聞き入れ、王子の剣の束からルビーを外しました。ツバメは寒空の中、ルビーをくわえ飛び回ることになったのです。うわー、寒い。夜になると一段と冷え込むな。さっさと終わらせてゆっくり休もう。ツバメは貧しい母と病気の子供が住んでいる古い家を見つけると、中に入り、子供の看病に疲れ眠っている母親の手に大きなルビーを落とすと、急いで王子のもとに戻りました。こうして寒い夜は過ぎていきました。朝目を覚ました母親はルビーが手元にあるのを知って驚いて言いました。どうしてこんな高価なものが。神様の贈り物なんだわ。
ありがとうございます。これでこの子の命が助かります。本当にありがとうございます。いいことをすると温かい気持ちになるんだな。外はこんなに冷え込んでいるのに寒く感じない。王子様の気持ち届くといいですね。私はね、生きている時ほとんど泣いたことはなかったんだ。涙など知らなかった。私の宮殿は悲しみというものが入り込めないほど幸せなもので満ち溢れていた。美しい飾り、高価な品、贅沢な暮らし、そしてたくさんの人との楽しい日々。私は死に方までもが幸福だった。でも象となり町のあちこちを見ることができるようになって初めて人の悲しみがわかるようになったんだ。そうだったんですね。この町には、いやこの世の中には、昨日の母と子供のように貧しく悲しい思いをしている人たちがたくさんいるんだよ。あそこにも、ほら、あそこにも。ツバメさん、もう一晩だけ私の願いを聞いてもらえないだろうか。ツバメは焦って言いました。僕は今から南の国に行かなくてはいけません。急がないと仲間に追いつけなくなります。今度行くところはエジプトという遠い国で、仲間がいないと自分では行けません。ツバメさん、もう一晩だけ私と用を明かしてくれないか。ツバメは少し怒って言いました。僕は急いでるんですよ。いくら僕が早く飛べても間に合わなくなる。王子は悲しそうな顔をして言いました。そうか、そうだったね。君は南の空に行かなくてはならないんだものね。ツバメは言いました。あなたのその悲しそうな美しい顔を見ると断れないな。わかりましたよ。一体何をすりゃいいんです。一人ぼっちで腰掛けている老人、今にも倒れそうだ。その向こうには体が動かないのに無理して働こうとしている老婆。これらの人たちに私に貼られている金箔を剥がし、それを配ってもらいたい。ツバメは一晩かかり王子の体についている金箔を半分近く剥がしました。そこまでして。ツバメはみすぼらしくなった王子を見て言いました。王子様、町の人たちはとても喜んでました。もう十分ですよ。お別れです。僕もこれから南の国へ旅立ちます。すると王子が言いました。ツバメさん、お願いだ。もう一晩だけ私と一緒にいてくれないか。ずっと向こうの屋根裏部屋に脚本を書いている若者がいるんだ。手は寒さで動かなくなり、それでも必死になって脚本を書いている。彼はやがて傑作を書き上げる。でも恵まれていなければそれもできないだろう。彼に宝石を持って行ってあげたいんだ。宝石なんてどこにあるんです。ここにある。私のこの瞳だよ。サファイアでできている。これを外して若者に持って行ってほしいんだ。そんなことできませんよ。王子様の目を取るなんて。私のことはいいんだ。さあ、私の瞳のサファイアを外しておくれ。ツバメは泣きながら王子の瞳であるサファイアを取り外し、若者のところに持っていきました。若者は信じられない顔つきで涙ながらに言いました。ああ、なんということだ。これほどありがたいことがあるだろうか。僕は貧しさと空腹と寒さでおかしくなりかけていた。でもこの贈り物で僕は救われる。ありがとう。ああ、ありがとう。本当にありがとう。ツバメはその様子を見ると満足しながら王子のもとへと急ぎました。外はものすごく寒い風が吹き、容赦なくツバメの体に吹きつけました。やっとのことで
王子のもとへ帰ったツバメは王子の肩に止まり夜を明かしました。冷たく寒い朝が来ました。ツバメは寒さと疲れで弱り果て王子の肩から落ちそうになりました。ツバメさん、あそこにマッチ売りの少女がいる。大事なマッチを落としてしまったんだ。ご覧、あの子は裸足で歩いている。このままじゃあの子は凍えて倒れてしまいそうだ。私のもう一つの目にあるサファイアを抜き取ってあの子に渡しておくれ。そこまでしてあの子を助けたいのですね。私の最後のお願いだ。今まで引き止めてしまって本当にすまなかった。そして最後まで聞き入れてくれてありがとう。ツバメはただ黙って王子の目にあるサファイアを抜き取ってマッチ売りの少女に渡しました。少女は喜んで家に帰りました。その後ツバメは王子の肩に戻りました。さあ急いで南の国に旅立っておくれ。エジプトに行かなくてはね。あなたは両目を失った。もう何も見えないんでしょう。でも心配することはありません。目はまだここに2つありますから。僕があなたの目になります。そう言うとツバメは王子の肩から離れませんでした。それはいけない。いつまでもここにいては寒さで凍えてしまう。お願いだからエジプトに向かっておくれ。大丈夫。寒くなったらまたいいことをすれば温まるような気がするんです。そう言うとツバメは雪の降る空を飛び回り町で見たことを王子に話しました。金持ちが立派な家の中で浮かれ騒いでいる。その外の門で上に苦しむ子供たち、橋のアーチの下で寒さをしのぐために互いに抱きしめながら震えている二人の兄弟、その他病に耐え忍ぶ人々。ツバメから話を聞くたびに残っている王子の体の金箔が剥がれていきました。ツバメは王子の最後の金箔を剥がし貧しい人たちに送り届けると、最後の力を振り絞って王子の肩に止まると言いました。王子様、あなたが身につけていた最後の金箔を届け終わりました。そして意識が薄れていくのを感じながら楽しそうに話し出しました。ナイルの川にはね、くちばしで金魚を捕まえる赤いトキがいるんですって。それにスフィンクス、こいつは砂漠に住んでいて世界と同じくらい年寄りで、だから知らないことはないんだって。まだまだある。ゆっくり歩いてラクダのそばを通り過ぎる商人、それに黒炭のように黒い月と山の王、緑色の大蛇も面白そうだ。20人の僧侶をこき使って大好きな蜜菓子を食べている。大きな湖でいつも蝶と戦っているピグミー族も見ものだ。王子様、どうやら今度は本当にお別れです。さようなら。エジプトに行くんだね。嬉しいよ。僕が行くのはエジプトなんかじゃない、死の国です。あなたに会えてよかった。
ツバメは王子の口にキスをすると王子の足元に落ちてそのまま眠るように死んでいきました。その瞬間王子の胸に亀裂が走りました。そして瞳をなくした王子の目からたくさんの涙が溢れ出しました。はあ、なんということだ。私のせいだ。私はたくさんの人々を助けるために一番大切な友人の命を奪ってしまった。やがて王子の像は崩れてゆき、壊れて鉛の心臓が二つに割れてしまいました。翌朝、町長が市会議員たちと町を歩いていると倒れている幸福の王子の像を見つけました。これは一体どうしたんだ。誰がこんなこと。これが幸福の王子なのかね。汚らしい。下は塵や泥で汚れている。雪に埋もれた鳥の死骸まで落ちている。王子の像はもっときらびやかだと聞いていたが。それは本当です。二つの瞳はサファイアがついていました。それに全身は金箔が塗られていたのです。教授、この王子の像は直せるかね。像を支える足が粉々です。まあ直せたとしても元のようにはならないでしょうな。別の彫像を作るのはどうかね。例えば私の像とか。それならば私の方がいいだろう。王子の像は取り壊されることになり、溶鉱炉で溶かされました。それを見ていた天使はどうしても解けなかった王子の鉛の心臓とツバメの死骸を天国へと導きました。こうして王子とツバメの魂は本当の幸福と永遠の安らぎを与えられたのです。おしまい。はい、というわけでございまして、第62夜幸福の王子お届けいたしました。はい、聞いてみていかがでしたか。いや、もう無償の愛ってこういうことか。どういうことですか。己を顧みず、うん、もう誰かを助けるためにただひたすら、うん、まあテーマとしては、はい、やっぱり無償の愛っていうのがあります。他者への無償の愛っていうのは美しいとともに大変でもあるなと。そうですね、うん、そんなことをテーマとさせていただきましたが、いや奥が深い。これ王子様とツバメがいるんですけど、それぞれのキャラクターが一人の人間の心として表現されているんですね。あ、そうなんですね。王子様っていうのは善を行おうとする心のこと、うん、そしてツバメは実際に善を行う上での苦難の思い。あ、なるほど。なんとなくわかりますよね。わかります、わかります、うん、この作品を知ったのは、私は絵本でまず知りました。絵本で知った、うん、僕はテレビでしたね。あ、はい。みすぼらしくなっていく王子の像をなんかかっこいいなっていうふうに思えたっていう、そんな記憶があります。私は切なくて複雑でしたね。あ、やっぱかわいそうに思えた。だってみんな幸せになっていってるのに、うん、肝心の誰かにしてあげてる王子がもうどん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 ボロボロになっちゃって。まあでもこれはある意味ボランティアですよ。ボランティアやる人ってそうじゃない。確かに。結局自分を犠牲にして他人というかね、人が幸せになればいいっていう、そういう考えの人って多いと思うから。そうですね、うん、見返りを求めちゃいけないってことなんですよ。確かに、うん、あと作者は同性愛者だったみたいですね、はい、恋愛中に書き上げた作品っていうことになってます。ちょっと納得がいっちゃいました、ごめんなさい。確かにツバメ
が、なんか、わけわかんないこと言うんですよ。はい。あの、足に恋をしてしまったりね。ああ、ありました。うん、ちょっとだから、かけ離れた、うんうん、感じがあるんですけど、はい、あ、なるほどなっていうのはありましたね。ちょっと腑に落ちるところが出てきました、うん、これ。まあ、同性愛者のどこが悪いんだっていうね。そうですよ。もうこれからも自信を持って生きていってほしいなっていうのもあるし、はい、現にこのオスカー・ワイルドさんのような人もいるわけですよ、はい、だからそれだけそういう優れた人が多いんじゃないかなっていうのはありますね、はい、うん、あと金箔の王子の像ってどう思う？実際見てみたいです。実際作れないでしょうね。いや、お後がよろしいようで、はい、ということで第62夜アイルランドのお話、オスカー・ワイルドの作品幸福の王子をお届けしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は浅井優と山本真由美でした。それでは皆さん、おやすみなさい。次回第63夜のお話丸かじりは日本のおとぎ話花坂じいさんをお届けします。よく見ると賢そうな顔をしとるの。それに綺麗な白い色ですこと、きっと神様の贈り物なんですよ。なんじゃ、どうしたんじゃ、この中に何かあるのかい？白がの裏山でこれを掘り当てたぞ。私たちもあの犬に宝を掘らせましょう。いやー、くんぬ、役立たずめ、こうしてくれる。とうとう城の形見はこの灰だけになってしもうたな。きれいじゃ、城が花を咲かせてくれたんじゃ。よし、城や、行くぞ、枯れ木に花を咲かせましょう。次回もお楽しみに。皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは。